チリ人は、チリの国民、または、チリ国籍を保有する者を指す。チリ人の多くは白人、及び白人と先住民の根欠であるメスティーソで、多くがスペイン語を話し、キリスト教を信仰する。チリ国内に、約1900万人が居住するほか、アルゼンチンやアメリカ合衆国など海外に居住する、チリ人もいる。現在のチリの領域には、 少なくとも1万2000年前から数多くの先住民が生活していた。スペインによって征服、植民地化されるまではマプチェ族が人口の大多数を占めていた。植民地時代にはスペイン王室が植民地を守るために軍隊をアメリカ大陸各地に派遣した。アンダルシア、エストレマドゥーラ、バスク地方、アストリアス、ナバラ、カスティーリアなど スペイン各地から多くのスペイン人がチリに移住し、征服に対するマプチェ族の抵抗を受けながらも、最終的に多くのスペイン人がチリに定住することとなった。また、植民地支配に伴い、他のアメリカ大陸の植民地と同様アフリカ大陸から黒人が奴隷として連れてこられた。植民地時代は全人口のわずか0.1%程度であったが、 19世紀初頭には1.5%ほどにまで増加した。1777年から1778年頃にチリを支配していたアグスティン・デ・ァウレギー政府はチリ最初の国勢調査を行った。当時の総人口は259,646人で、全人口の73.5%が白人、9.8%が黒人。 8.6%がインディアン、7.9%がメスティーソと分類された。また、1784年には、チロエ地区の知事フランシスコ・ハートドが地区内の人口調査を行った。調査により、地区の総人口は26,703人で、そのうち64.4%が白人及び、白人と先住民の根結、33.5%が、 先住民ということが分かった。1812年には、コンセプシオン教区がマウレカワイナンの地域で人口調査を行ったが、調査結果には、当時8000人程度いたと思われる、先住民や、チロエ地区の住民の数は含まれていない。調査によれば、当時の地域の総人口は21万567人で、そのうちの86.1%が、スペイン人で、 10%が先住民、3.7%がアフリカ人、混血メスティーソであった。17世紀後半に行われた他の統計では、総人口は最大15万2000人で、そのうち72%が白人とメスティーソで、18%が先住民、10%が黒人と混血という結果であった。18世紀。 スペイン王国が自由貿易を認めたことにより、多くのスペイン人がチリにやってきた。18世紀後半には、バスク人の子孫は全人口の27%を占めていたとされる。バスク人移民の多くは、当初は小規模な事業を行っていたが、大きな成功をあげる者もいた。その中には、土地の多くを所有していたカスティーリャ出身のクリオーリョの貴族と結婚した者も多くいた。 現在、バスク系チリ人は、チリの全人口の10%を占めているとされている。19世紀初頭の独立後には、スペイン人、イタリア人、アイルランド人、フランス人、ギリシア人、ドイツ人、クロアチア人、ロシア人、ポーランド人、ハンガリー人、ポルトガル人、アラブ人が、隣国のアルゼンチンやブラジルほどではないものの数多く、移住してきた。 ヨーロッパや中東からの移民は、チリを文化的、経済的、政治的に大きく変化させた。チリ人の大多数は、白人とメスティーソである。マプチェ族をはじめとする先住民は全人口の5%程度である。植民地時代の黒人奴隷の子孫である、アフリカ系チリ人もいるが、チリの全人口の1%に満たない。また、日本からの集団移民は行われておらず、 日系人の割合は他の南米諸国に比べ低い。周辺国から再移住した南米移民などを祖先に持つ日系チリ人が数千人居住している程度である。ラテンアメリカを研究しているメキシコ国立自治大学教授のフランシスコ・リズカーノによるとチリの人口の52.7%が純粋な白人で44%がメスティーソで。 あると推定されている。白人が60%以上とする研究もある。また、CIA ワールドファクトブックなどの出版物では、全人口の95.4%が、白人と白人系先住民、4.6%が、先住民とされている。この数字はチリで2002年に行われた、国勢調査によるもので、人口を白人かメスティーソかではなく、 先住民か非先住民かで分類している。チリ南部への入植を目的としたドイツ人によるチリへの移住は1848年に始まりドイツ人コミュニティが形成された。ドイツ人はチリ南部の文化や人種の形成に影響を与えた。15万人から20万人のチリ人がドイツ人を先祖に持っていると推定されている。 全人口の約5%に当たる約70万人のチリ人がアラブ人を先祖に持つ。そのうち50万人はパレスチナ人の子孫である。クロアチア人移民も多く、クロアチア系チリ人は現在38万人、全人口の2.4%いると推定され、4.6%のチリ人がクロアチア人を先祖に持つとされる。また、 チリの全人口の4.5%以上がイギリス出身者を祖先に持つ。9万人から12万人のチリ人はギリシア人の血を引いており、その多くはサンティアゴやアントファガスタに住む。チリは世界で最も多くのギリシア人が住んでいる国のベスト語に入る。スイス人を祖先に持つ者は約9万人、フランス人の祖先を持つ者は全人口の 約5%いるとされる。2014年に行われた常染色体 DNA の研究では、チリ人は平均して51.85%のヨーロッパ系、44.34%の先住民系、3.81%のアフリカ系の DNA を保有していることが分かった。ある遺伝学的な研究では、首都サンティアゴの住民の平均的な遺伝子プールは、 中山階級では70%の人がヨーロッパ系30%の人が先住民系で仮想階級では41%がヨーロッパ系59%が先住民系また上流階級では91%がヨーロッパ系30%が先住民系であったまたヨーロッパ系移民の多いコンセプシオンの住民の遺伝子プールは ヨーロッパ系が75%、先住民系が25%で、同様の地域のバルパライソでは、ヨーロッパ系が77%、先住民系が23%であった。一方、南部と北部では、先住民系の遺伝情報が多い傾向にある。ある研究では、サンティアゴ住民のミトコンドリア DNA のうち、平均して84%は、 先住民系であるのに対し、父から声受け継がれる愛染色体は、ヨーロッパ系が約70%、先住民系が6から15%であった。これは、白人の男性と先住民の女性の間で根結が、進んだためと考えられる。チリ大学が以前出版した、公衆衛生に関する書籍には、チリ人の30%はコーカソイドで、メスティーソが65%、 先住民が残りの5%であると記されていた。遺伝子の分析により自分自身の人種が分かったとしても多くのチリ人は自分の人種を尋ねられると白人と答える。2011年にラティノバラメトロによる調査では59%の人が自分の人種を白人と回答した。一方、メスティーソだと答えた人は25%。 先住民だと答えた人は8%であった。また、2002年に、チリで行われた調査では、自分は、先住民の血を、ある程度引いていると思っている人が43.4%、かなり引いていると思っている人が8.3%いる。一方で、全く引いていないと思っている人も40.3%、いた。19世紀初頭のチリ独立に伴い、以前は、 ヨーロッパ系のチリ人から、よそ者として見られていた、マプチェ族は、チリ人として認識されるようになった。1907年の国勢調査では、インディアンの数は、当時のチリの全人口の3.1%にあたる10万1118人であった。なおこの調査では、人種、民族的な純粋さではなく、固有の文化や言語を持つ者の,のみを、インディアンとして考慮した。 2002年の国勢調査では、当時の全人口の約4.6%に当たる69万2192人が自分は先住民であると回答し、そのうち87.3%はマプチェ族であった。マプチェ族などの先住民の血を引くチリ人は多くの場合他の民族の血も混ざっている。また、他の民族文化や偉人主観との同化によって、 消滅したチリの先住民もいる。ピクンチェ族、ディアギタ族、チョノ族などがその例である。セルクナム族も20世紀前半にティエラデルフエゴに移住してきたヨーロッパ系移民による根絶運動で消滅した。ヨーロッパで発生して移民によって広まった天然痘などの病気も民族消滅の大きな原因となった。先住民の影響は 田舎のチリ料理やチリスペイン語に見て取ることができる。チリの民族文化の多くはスペインを発祥としている。例えば、カウボーイのようなスタイルで知られるウアッソは植民地時代にチリで盛んだった牧畜に由来し、ラテンアメリカ諸国やスペインのアンダルシアやカスティリアの民族文化と同様に、17世紀、18世紀のスペイン文化から分派したものであると考えられている。 ウワッソのドレスはアンダルシア風のもので音楽や踊りもスペイン起源のものである。音楽やダンスももともとはスペインのものであるが現在のスペインのものとは異なる形にアレンジが施されている。また、フワッソのフンドと呼ばれる家畜農場では特に運河の囲いや中庭にスペインのバナキュラー建築と同様の建築様式が取り入れられている。 国中央部で生まれたウアッソの文化は、19世紀後半には、国の北部や南部にも伝わった。また、チリ南部には、ドイツ文化、チロエ文化、クロアチア文化、メガラニック文化、北部には、アンデス文化の影響も見ることができる。フォークミュージックが主流だったチリ北部では、音楽を通じたラテンアメリカ諸国の、社会変革活動であるヌエヴァ監視音があり、 ブラスバンドの代わりにパンパイプやケーナという伝統的な楽器を使った音楽が取り入れられた。また、ウアッソによるフォークミュージックも人気を博しており、特に EN ・トナダが有名である。ウアッソの衣装を着たフォークソンググループもチリ国内では人気があった。ヨーロッパ系移民が持つ各出身国の文化、血統。 アイデンティティは徐々に薄まりながら融合し、地理の中流階級や上流階級の社会、文化に影響を形成している。一方、出身国の文化がそのまま現代まで残っているものも、あり、イギリスのアフタヌーンティーやビスケット、フランスのキャセロールやコーヒー、ドイツのケーキやソーセージ、イタリアのパスタや、ミネラルウォーターなどが例として挙げられる。また、ヨーロッパ文化の影響は、 都市の建築物にも見られる。ここ10年間でチリから出国する移民は減少した。857.781人のチリ人が海外で暮らしており、そのうち最多となる50.1%がアルゼンチン、13.3%がアメリカ合衆国、8.8%がブラジル、4.9%がスウェーデン、約2%がオーストラリアで暮らしている。 その他に、チリ人の難民が、スペイン、メキシコ、コスタリカ、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアに渡った。1973年に、アウグストピノチェトによる、独裁体制が始まった1970年代には、オーストラリアへの亡命経験を持つミシェル・バチェレを含む、多くのサルバドール・アジェンデ大統領の支持者が、東ドイツに逃亡した。 逃亡したハンピノチェとの人々はヨーロッパや北、アメリカにコミュニティを作った。ただし1970年代、1980年代に政権から逃れるためにチリからアメリカ合衆国へ移住したチリ人は少ない。特に多かった移住地はフロリダ州マイアミでワシントン d c ニューヨーク、カリフォルニアへ移り住んだ人もいた。 1970年代前半に約2500人のチリ人亡命者がイギリスへと逃亡した。最近の調査ではチリ系イギリス人は数万に達しており、イギリスのラテンアメリカコミュニティでは多数を占めている。ロンドン、バーミンガム、シェフィールド、マンチェスターとリバプールの都市部に特に多い。19世紀前半には チリ人の牧場経営者がメキシコに退去して渡った。また、1850年代のカリフォルニア、1870年代のコロラド州のゴールドラッシュ、1870年代のコロラド州、1890年代のユーコン順州でのゴールドラッシュの際にも、何千人ものチリの最高業者が北アメリカへ向かった。また同じ理由で人数こそ少ないものの、 南アフリカやオーストラリアでも同じ理由でチリ人の労働者が移住した。少ない人数ではあるが南極大陸やフォークランド諸島に永住している人もいる。ありがとうございます。